開幕スタメンの鎌田大地に現地紙が課題を提言。今夏クリスタルパレスへ移籍したサッカー日本代表 MF 鎌田大地は、ブレントフォードとの開幕戦でスタメン出場、プレミアリーグデビューを飾ったが試合は1-2で敗戦。現地紙は鎌田に次のような指摘を報じた。鎌田にとって不安定なデビュー戦となった。技術的には鋭かったが、少しペースが速すぎた。昨季のラピオでのジェットコースターのような浮き沈みを考えれば驚くことではないが、おそらく彼も少し自信を失ったかもしれない。彼は良くなっていくだろう。プロセスを信じるべきだ。PK までもうプレス行ったりで良かったと思うけどな。グラスナー監督は前線からのプレスでショートカウンターを狙っていたんだと思います。そのための鎌田とエゼのツーシャドウ、結果は敗戦でしたが面白い試合内容でした。昨季から思ってたけどエゼはもう少しだけボール捌くの早くした方がいいような気がする。鎌田選手はとりあえず結果が欲しいですね。やはり大黒柱のエゼに比べて圧倒的にまだボールが回ってきていない状況なので、いいタイミングでの裏抜けもありましたが、やはりボールはコズでしたね。クリスタルパレスの仕上がりは全体的にはいい方だと思う。今日はちょっと運に見放されてたけど、良かったと思うけど、エデと並んでボール要求する役よりも一つ下がって配球役の方が合ってる気がしたかな。プレシーズンもそうだけど、鎌田は比較的高い位置にポジション取ってる。これはグラスナーの指示だと思うが、個人的にはもう一列下がった方が鎌田らしさ出るように感じる。守備面でも鎌田は奮闘してた。スライディングでカットしてからチャンスも生まれてるし、全体的には良き。デュエルは課題かもだけど、本気の鎌田は期待しちゃう。